私は日本共産党を代表して TPP 環太平洋連携協定および関連11法案について質問します。今年2月米国日本など12カ国が署名した TPP に対して参加各国で国民の反対の声が湧き上がり、発効の見通しは立っていません。ところが安倍内閣は早期発効に向けた機運を高めていきたいなどと前のめりに批准を強行しようとしています。 TPP は参加各国が関税を原則撤廃するもので、農産物輸入が完全に自由化され、農林漁業と国民の食料に大打撃となるものです。さらに非関税障壁撤廃の名のもと、食の安全、医療、金融、保険、観光需、公共事業の発注、労働など国民生活のあらゆる分野で規制を取り払っていくものです。安倍内閣がその交渉内容や国民へのリアルな影響も明らかにせず、批准に向けてひた走るなど断じて許されません。総理の明確な答弁を求めます。 TPP は国会決議に明確に違反するものです。2013年の国会決議は農産物の重要5項目、米、麦、牛、豚肉、乳製品、砂糖は関税撤廃を認めない、除外または再協議にするとしています。自民党はこの決議を守ることを国政選挙の公約にしたはずです。ところが今回の TPP では安倍総理自身も聖域とした重要5項目のうち3割の品目で関税が撤廃され、米でも関税ゼロの特別輸入枠まで新設されました。わずかに残った関税も発効7年後には撤廃に向けた協議を約束させられました。これは明白な国会決議違反、公約違反ではありませんか。国会決議はまた交渉により収集した情報は国会に速やかに報告し、国民への十分な情報提供、幅広い国民的議論を行うことを求めています。ところが安倍内閣による TPP 交渉は入り口から出口まで徹底した秘密交渉が貫かれ、日本の参加条件とされた日米二国間の平行協議でも何が話し合われ、日本が何をどう受け入れたかも分かりません。これも国会決議違反です。しかも協定は日本語が成文になっていません。付属書などを含む全文の和訳の国会提出が求められているのに、英文8400ページのうち6000ページ分もの和訳が提出されていません。安倍内閣が甘利前大臣の下で秘密裏に進めてきた内容を含め、交渉の全経過を国会と国民に報告することをはじめ、十分な情報開示を行うことを強く求めます。 TPP は暮らしと経済のあらゆる分野で国民の利益と経済主権を多国籍企業に売り渡すものになっています。米国を代表する108の多国籍企業、業界団体が名を連ねた TPP のための米国企業連合は、米政府に要求書を出し、例外を設けることは米国の農業者、製造業者、サービス業者が新しい市場に事業化拡大する機会を制限すると、もっぱら多国籍企業の利益拡大の立場から日本に市場開放を求めてきました。これこそ TPP の真実ではありませんか。日本で TPP を強く要求したのは日本経団連など財界や多国籍企業だけであります。 JA 組合長の 93% は国会決議が守られていないと表明し、各県医師会や子供を持つ親からも懸念の声が相次いでいます。国民の側から TPP を結んでくれなどという声は上がっていないではありませんか。農業の関税撤廃をめぐって安倍政権は156のタリフラインの関税を維持したなどと言います。しかし
段階的関税削減を含めて 82% 以上の撤廃は日豪 EPA 経済連携協定やウルグアイランド農業合意をはるかに上回るもので、史上最悪の農業潰しに他なりません。日本共産党は昨年10月の大筋合意後、全国での農業調査を行いました。ある自治体からは、TPP で離農が波を打って押し寄せるのではないかと心配を聞きました。あるみかん農家は、父親が地域の農家から信頼されて託してくれた園地を自分の代でダメにするわけにいかないと、涙交じりに語りました。総理は、こうした声をどう受け止めますか。今政府が行うべきは、農産物の価格保障と所得保障を組み合わせ、安心して再生産できる農業を作ることであり、国民への食料の安定供給、食料自給率を引き上げることこそ、最大の責任ではありませんか。TPP の大きな眼目は、進出する多国籍企業の利益を保障する非関税措置の撤廃です。すなわち、あらゆるサービスが規制緩和の対象となり、緩められた規制を元に戻せない仕組みや、企業や投資家が損害を受けたとすれば、ISD 条項を用いて、相手国を訴えられる仕組みまで盛り込んでいます。この下で、遺伝子組み換え作物や輸入食品の急増で、食の安全が脅かされかねません。製薬企業が薬価決定に影響力を及ぼして、薬価が高止まりし、労働分野では賃金低下、非正規雇用の増加、労働条件の悪化がますます進行するのではありませんか。政府や自治体が発注する建設事業などでは、国際入札の義務により、地産地消の取り組みができなくなり、地域の仕事が奪われることになりませんか。将来の保険医療制度などの協議や、日本郵政における保険商品販売など、すでに米国の要求に応えている金融保険では、TPP をてこに継続的に米国の利害関係者が日本に物を言える仕組みを盛り込んでいるでありませんか。加えて TPP が発行した途端、協定に基づく各種委員会が立ち上がり、日本に再交渉を迫る仕組みまで盛り込まれています。まさに幅広い分野で、今後の国民生活と営業を脅かすことは明白であります。次に、TPP の経済効果についてです。安倍内閣は貿易や投資拡大で GDP を14兆円押し上げる一方、農業への影響は牛肉、豚肉、乳製品等33品目が1300億円から2100億円の生産権となるだけ、極めて過小に評価しています。また TPP は80万人もの新しい雇用を生み出すと吹聴しています。しかし、この80万人は、ある分野で雇用が失われても、労働者は他の分野へ自由に移動できるので、結果として失業は起きないという、全く現実とかけられた想定ではありませんか。総理、農業への影響、非関税措置撤廃への影響について、なぜ責任ある試算を示さないのですか。TPP がもたらす深刻な打撃をないものと描く、まやかしの試算で国民を欺くことは断じて許されません。日本が進むべきは経済格差を拡大する TPP ではありません。国民の懐を温める経済への抜本的転換とともに、アジアと世界で各国の経済主権、食料主権を尊重しながら、平等互恵の経済関係を発展させる、貿易投資のルール作りの先頭にこそ立つべきであります。真の国益に反する TPP は、徹底審議の上、批准でなく撤退を、関連11法案の廃案を強く求めて質問を終わります。
内閣総理大臣安倍晋三君。笠井明議員にお答えをいたします。 TPP 協定の承認についてお尋ねがありました。我が国は交渉を主導することで農林水産品の約2割について関税等による保護を維持するなど厳しい交渉の中で国益にかなう最善の結果を得ることができました。 TPP 協定においては食の安全、国民皆保険等に関する我が国の制度変更を求められるものではありません。 TPP 協定によって必要となる法改正は環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案で提出しているものが全てであります。これまでも国会における説明をはじめ説明会を地方を含め過去290回開催し地方経済産業局や農政局、税関、ジェトロ等に相談窓口を設置しさまざまな相談に対応するとともに1500ページに及ぶ協定概要資料に加え TPP をめぐる懸案や不安に関する Q&A をホームページに掲載するなど国民の不安の払拭や情報提供に努めておりますが引き続き国民の皆様のさらなるご理解をいただけるよう丁寧な説明に努めてまいります。国会決議との関係についてお尋ねがありました。 TPP 交渉の結果米などの重要品目について関税撤廃の例外をしっかり確保しました。牛肉などの輸入が万一急に増えた場合には緊急的に輸入を制限することができる新しいセーフガード措置を設けることも認められました。それでもなお残る農業者の方々の不安を受け止め昨年11月総合的な TPP 関連政策大綱を決定し緊急に実施すべき対策に必要な経費を補正予算に計上しました。重要品目が確実に再生産可能となるよう交渉で獲得した措置と合わせて引き続き万全の処置を講じていきます。交渉結果が国会決議にかなったものかどうかは最終的に国会でご審議いただくこととなりますが政府としては国会決議の趣旨に沿うものと評価していただけると考えております。なお発行後に再協議を行う場合にも国益に反する対応をすることはありません。 TPP の情報開示についてお尋ねがありました。 TPP に関しては外交交渉という性格上また交渉参加の際の秘密保護に関する所管による制約はあるものの衆議院参議院の農林水産委員会の決議も踏まえ交渉中からできる限りの情報開示に努めてきました。 TPP 交渉の状況についてはこれまでの交渉会合中や会合後頻繁に記者向けブリーフィングや説明会を実施するなど政府から丁寧に情報提供してまいりました。大筋合意後も合意内容を正確かつ丁寧に説明すること等を通じて国民の懸念や不安を払拭するよう最大限努力してまいりました。国会における説明のほか地方も含めて説明会は過去290回実施し公表した概要資料等は1500ページにも及びます。日本以外の国の関税率表や投資サービス等の約束リーフの内容については過去の WTO 協定や経済連携協定等の例に倣い和訳の作成に変えて詳しい概要を記載した説明書をしかるべき手続きを経て国会に提出公表しています。今後とも国会審議の場を通じ TPP 協定の各規定の内容や趣旨解釈等について引き続き丁寧に説明してまいります。 TPP による多国籍企業の利益拡大や協定に対する国民の支持についてお尋ねがありました。 TPP の利益は決して多国籍企業に対するものにとどまりません。 TPP は消費者の生活を豊かにします。域内のさまざまな商品を安く
手軽に安心して手に入れることができるようになります。 TPP によって中堅・中小企業など独自の技術や地方の特産品で果敢に海外市場に挑戦する人々が大いに活躍できます。国内にいながらにしての海外展開も容易になります。品質が高く海外で人気の高まっている日本の農産品に新たな巨大市場をもたらします。ご指摘の JA 組合長のアンケートは農業者の不安を払拭するための対策の具体的内容が十分明らかでなかった段階で行われたものと承知しております。総合的な TPP 政策大綱をまとめる過程で現場の声を丁寧に伺い、それを大綱や補正予算に反映しました。 TPP による新たなルールは自由で公正な競争を促進し、イノベーションを活発にし、高い価値を生む力を発揮させます。国民皆保険制度や食の安全が脅かされるようなルールは一切ありません。国民の皆様のさらなるご理解をいただけるよう引き続き丁寧な情報提供を行うとともに、中堅・中小企業・農業者等に幅広く TPP を活用していただけるよう政策を総動員して支援を行ってまいります。農業分野の交渉結果、農業関係者の声、そして今後の農政の方向についてお尋ねがありました。関税撤廃が原則という TPP 交渉の中で、特に農業分野について国会決議を後ろ盾に粘り強く交渉いたしました。その結果、米や麦の国家貿易制度や豚肉の差額関税制度など重要5品目を中心に関税撤廃の例外をしっかり確保し、関税割り当てやセーフガード等の措置を獲得しました。それでもなお残る農業者の方々の不安を受け止め、安心して再生産に取り組めるよう総合的な TPP 関連政策大綱に基づき万全対策を講じてまいります。史上最悪の農業潰しであるとの指摘は全く当たりません。また重要5品目を含めた TPP の農林水産分野への影響については、関税削減等の影響で価格低下により生産額の減少が見込まれるものの、体質強化対策による生産コストの低減や品質の向上、経営安定対策などの国内対策により引き続き生産や農家所得が確保され、国内生産量が維持されるものと見込んでおります。政府としては現場の農業関係者になお不安の声があることを踏まえ、引き続きTPP の合意内容や対策の内容、農業分野への影響等について丁寧に説明し、不安の払拭に努めてまいります。一方で TPP によりアジア太平洋に巨大な経済圏が生まれることは日本の農業にとって大きなチャンスであります。おいしくて安全な農産物の輸出をはじめ、このチャンスを生かそうとする意欲のある農業者の取り組みをあらゆる政策を総動員して力強く後押してまいります。安倍内閣で取り組んできた農業改革をさらに進め、農業を成長産業化させることにより国民への食料の安定供給、食料自給率、食料自給力の向上を図ってまいります。なお農産物の価格交渉は需要の動向にかかわらず一定の価格を生産者に保障するため、消費者から選ばれない農産物の生産を助長し、ひいては農業の弱体化を招く恐れがあることから問題が多いと考えております。食の安全、薬価、労働、建設事業など地域の仕事への影響についてお尋ねがありました。 TPP 協定では食品安全に関する規制や薬価の決定過程について制度の変更を求められていないこと、建設分野の政府調達制度の変更を求められていないこと、貿易等に影響を及ぼす形での労働条件の切り下げは認められていないことからご指摘は当たりません。
なお、TPP 協定を含めた成長戦略の実施により、経済の好循環を一層確かなものとし、雇用所得環境の改善に取り組んでまいります。米国の利害関係者が介入するのではないかとのお尋ねがありました。医薬品等に関する付属書についての米国との間での交換公文では、薬価に関する手続きについて協議する用意があることを確認していますが、これは従来から米国と行ってきた協議を相手側の要請に応じて行うことを確認したものです。日本郵政の保険商品の販売は、米国の要求に対応しているものではありません。TPP 協定の付属書では、郵便保険事業体における保険の提供の競争条件について規定されています。仮にこれらの内容に適合しない措置があるとされた場合には、申し立て国に協議の機会を与えることとなりますが、我が国にはこれらの内容に適合しない国内法令や政策は存在しないため、現状の変更を求められることはありません。したがって、米国の利害関係者が TPP 協定を契機に、これまでよりも日本の制度に介入するようになるとのご指摘は当たりません。TPP 協定に基づく各種委員会及び再協議規定についてお尋ねがありました。TPP 協定に限らず、通商協定では協定発効後に協定の実施や運用について各国間で協議を行うさまざまな委員会が設置されることは一般的です。将来の見直しや再協議に関する規定が設けられることも一般的で、TPP 協定においても複数の分野で見直しや再協議に関する規定が設けられておりますが、これは将来の合意について何ら予断するものではありません。いずれにせよ、再協議を行ったとしても、我が国の国益に反し、国民生活を脅かすような合意を行うことはありません。TPP の経済効果分析についてお尋ねがありました。平成25年の試算は、TPP 参加予定国の関税がすべて即時撤廃され、国内対策を何も講じないことを前提としていました。このため、国内の農業者は体質改善に取り組む時間的猶予を与えられず、壊滅的な打撃を受けるとの結果が導かれました。これに対し今回は、関税削減、撤廃の効果を守るべきものを守った実際の交渉結果を踏まえて分析しました。農林水産物については、複雑な国境措置を残したことから、個別品目ごとに精査し積み上げた生産量の見込みの数値を組み入れました。その結果、農林水産物については、関税削減等の影響で、価格低下による生産額の減少が生じるものの、体質強化対策による生産コストの低減、品質向上や経営安定対策などの国内対策により、引き続き生産や農家所得が確保され、国内生産量が維持されるものと見込んでいます。その上で、TPP の合意内容が貿易コストを引き下げ効果のある様々なものを含んでいることを踏まえ、生産性向上や労働供給増の効果を含めて、より包括的な分析を行いました。雇用効果については、TPP による貿易、投資の拡大により、生産性上昇が実質賃金を押し上げる結果、労働供給が約80万人増加すると見込んでいます。経済効果分析では、雇用の
産業間移動が円滑に進むという前提になっており、実際においても失業者が増えることのない労働移動が行われるよう必要な対策を講じていきます。 TPP 協定はあくまで手段にすぎません。その果実を実際に収穫するためには TPP が開く新しいチャンスに果敢に挑まなければなりません。政策を総動員して事業者や農林漁業者の積極的な行動を促し、最大限の経済効果を実現してまいります。